こんばんは。明けましておめでとう。そうだ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。なんとなんと、明けましたね。明けましてですね。なんとなんと、うわすごい、今年も好きだよ。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。明けましたね。開けた開けた、そう、さっきからね開けたを連呼してしまってる。開けたんですけれども、そうでした。もうね、今日で開けてから3日経つ。そう、すごいよね。他人事みたいな、全人類事なんですけどね。すごいよね、すごい。開けおめ中吉って出た。あ、おみくじを自動おみくじみたいなね。ありがとうございますね。えちょっとその地震があって、でなかなかこう SNS をね更新できずでいて、そうなんですよ。でなんかまあ今も本当に危険、安全をね皆さん確保した場所で、安全の確保を第一に、はい、行動していただきたいなと。私もそうなんですけど、はい、だから本当にちょっと気が休まらないかもしれないんですけど、でもねお正月休みな方たくさんいると思うからね、えこんな1月1日にってね、えだから本当に皆さん今後も気をつけてとしか言えないんですけど、そうですね、とりあえずその今日ね本当は新春公演だったんですよ。今日新春公演をやるので、毎年2日か3日のどっちかにやってるから、朝早くから新潟に行ってみんなでリハして本番やって明けおめっていうはずだったんですけど、ちょっと残念ながら地震の影響により延期になってしまうということで。そうだよね、昨日ラブラもね空いてなかった。そうなんですよ、だからっていうことがね起きてしまってるから、ちょっと延期がねでどうなるかっていうのが、どうなんだろうって思ってるんだけど、めちゃめちゃ揺れました。なんか私長岡におじいちゃんとおばあちゃん家が、母方も父方も両方なので長岡市にいたんですけど、海からは遠いので津波とかは、はい、心配なさそうだったので、避難とかはしてない、普通にお家で過ごしてたんですけど、でもめちゃくちゃ揺れてめっちゃ怖かった。もう結構私の覚えている、人生の覚えている中でもかなり記憶上でもかなり上位な方の揺れの、そうめっちゃ揺れましたね、怖かった。だからねえ、なんかニュースとか見ててもすごいさ悲しいニュースがさ流れてくるから、その度にああかとても胸が痛いんですけど、本当にね皆さん安全第一でそうしか言えないんですけど、でファンの方、そう新春公演楽しみにしてくださってた方もさねえ、ちょっとそうなんだよね。かちょっと今も分かんないけど、そうでも今ねお家、新潟のお家に帰ってきたらねちょっと物がねなんかバラバラしてたりしたから、
そう、長岡のお家にいたんですけど、私今日帰ってきたんですよ、このお家に。なんかそうなのよ。え、あ、そっか、今で、今さっきまでずっと下にいたからさ、ずっとリビングにいて、今自分の部屋に来て、すごいね、エアコンの音がめっちゃうるさいと思うんですけど、そう、お風呂、寒かったのでお風呂すぐに入りまして今なんですけど、うちもいろいろ落ちて、そうなの、なんか別にめちゃくちゃガッチャンガッチャンになってたわけではないんだけど、なんかパラパラ小物が、飾ってた小物たちが落ちてて、そう、だから、あ、そっか、新潟もって思って、そうなのよ。あ、エアコンはね別に壊れてないの。なんかこのエアコンすごい、あの今年の夏から新しく迎え入れたエアコンなんですけど、なんか声が大きいんですつけたてだと。いつもねちょっとショールームにエアコンの音が入ってしまうっていうところまで頭が回っておらず、あの先に部屋を温めておこうみたいな、ちょっと泣く、すいませんすいません。あ、そう、昨日は、今日か、あ、昨日から今日にかけては、あ、なんか最初に私大体いつも、あの父の方の実家、おばあちゃん家に行くんですね。でそこで年越しをして、あの2日、なんか変な音がする。え、エアコンの音じゃなくてガラランガラランと音がする。犬の鳴き声みたいな、グルルルルって音。え、今はしない、エアコンの音じゃないよ。エアコンの音はね、ちょうど私がエアコンの音が大きいって話したからだよね。さっきたまに鳴ってた、今はしないんだ。ねえ、何なんだろう、ショールームのかな、なんか通信環境かしら。え、洗濯機に間違えた。え、私のエアコンの音はふわーって感じ、ちょっと下手くそすぎた。でもあの人間の声で言うとふわー、今、え、今またした。え、なんかあれかな、一回切ってみたら治るのかな。どうですか、今も。あ、ちょっと画面が固まっちゃった。え、あー、動いた動いた。ガラララララっていう、マジ内部機能、内部音まだ鳴ってる。他のルームさんでも鳴ってますか。え、端末から鳴ってる。なんだろう、え、なんだろう、接続が悪い。今ね、あれだ、充電器差しながらやったりするか。窓開いてる、開いてないよ。サイコロの音？今、充電器も全部抜きました。あの、単品です、携帯。鳴ってる？またした？え、じゃあ、なんだろう、なんなんだろうか。
わ、よいしょ。これは今手持ちです。手で持ってこっちの手は何も見せてないけど、こっちの手で持ってるよっていう手で持って、あ、なんだろう、音止まった？今のところ、今のところ聞こえない。スタンドからの音なんか、あ、ごめんなさい、このスタ、でも私毎日これでやってるんだよこちら3COINS の、 3COINS で1000円くらいで買える自撮り棒付き、あとここにね、本当はねライトもついてた、ミニライト、あ、ごめんなさい、商品紹介してはい、あ、これ、あの白もあります、三脚自撮り、え、これ万能なのが、なんかちゃんとこの角度をこう変えられるんですよ。そうなの。ちなみにこれの一個前のシリーズの白も持ってるんですけど、それはこの角度がカチッ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 ってなるから絶妙なところに止められないんですね。でもあのこれはあのこうできるので、あのすごく、商品紹介、そうだよね、ごめん、全然関係ない話をしちゃったえ、じゃあちょっとただできればこの 3COINS の三脚で配信したいんですね、私的には。やっぱり手持ちだとあれなんで、じゃあちょっともう一回つけてみて、つけたって言った時に音が鳴ったら諦めますね。はい、つけました、今つけました、つけました。これこの子のせいじゃない、絶対にこの子のせいじゃない、この子のせいじゃない、絶対この子のせいじゃないこの三脚のせいじゃない、だっていつもやってるんだもん。ならない、ならないですよね。よし、めっちゃかばうやん、そりゃ肩持ちますよ。これからもご一緒したいと思っている三脚さんですから。テーブル揺らしてみて、このテーブルね、そんなに、あ、これ揺らし、揺ら最大限に頑張って揺らしてる、そういうことでもない、たまたま不安定だっただけじゃない。そうだよね、きっとそうです、きっとそうです。ということで、三脚さんの無罪が証明されました。明けましておめでとうございます。なんか私お正月が一番好きで、明けましておめでとうって言いたがりなんですよね。明けましておめでとうございますって素敵な言葉じゃないですか。なんか明けましておめでとうってみんなが言い合ってる世界がすごく好きというか、なんか明けましておめでとうございますっていうような、こう社会のこう雰囲気、 CM とかさ、あ、 NGT の、新潟にお住まいの皆さん、 NGT のメンバーのこう各局での流していただいてる明けましておめでとうございます動画とか見ていただけましたでしょうか。あのちょいちょいね CM で挟まってたりするんですよ。私は NST さんと BSN さんのその明けましておめでとうございます NGT48 ですやつを撮っているので、
それを流していただいているんじゃないかなと思うので、よかったら見てください。噂には伺いましたですよね。ちょっと県外の方は多分リアルタイムでは見れないんですけど、でもなんか全部は見れなかった。いつまでなんだろう、今日までか。でもお正月って、お正月ってきっと三が日っていうから今日まで。そっかそっか。あら、え、じゃあお正月って今日で終わっちゃうの？めっちゃ悲しいんだけど。STU のファンの方が心配してくださってる、ありがとうございます。ご心配いただいて。 NGT のメンバースタッフさんは皆さん大丈夫だったということが確認できて、私も揺れがすごく強かったんですけど被害はなくでしたね。なんかこうご連絡いただいた方もね普通にいて、結構そうなので、ちょっと皆さんご心配ありがとうございます。そう、あれね、お正月、お正月の話だよね。きっと皆さんもなんか、まあお仕事されてる方もねいるからこの世界が回っているというか、お正月でも休まず、お正月休みを取らずに働いてくださっている方もね、そういらして、父方の方のおばあちゃんが私にもお年玉をくださりました、ありがとうございます。え、今年から本当はきっと私お年玉もらえないんですよ。あの学生じゃなくなっちゃったので、はい。ただでも父方の方のおばあちゃんちはお父さんが一人っ子で、子供が私と弟しかいないんですね。だからくれましたでも多分来年こそは本当にもらえないと思います。あ、どうだろうでもそしたら弟にさいくつまであげてさっていうなんか不平等さがさなんか出てきたりするじゃないですか。すごい、くる年タワーだ、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。そう、なんか私はね、おばあ、あ、違うなんだっけそう、あげる番はもうちょっと先でいいかなもうちょっと先でいいかなって思います。いとことかがに子供が生まれたらその子にはあげようかなと思うけど、はい、いとこにはあげなくていいかな。そんなに年が離れてるわけじゃないので。でも一番離れてる子で小6ですね。その母方の方のおばあちゃんちはお母さんが、あのお姉ちゃんが一人いるので二人姉妹なので、でそのお姉ちゃんの方のお家の私のいとこに値する方々が三人いらっしゃるんですね。私の一個上の男の子と一個下の男の子と、あと8個下になるのかな、7か8個下の女の子が一人いて、3人いとこがいるんですけど、そう、なんかたまにショールームでも話してたんだけど、そのいとことめちゃくちゃ昔仲良かったんですよ。そう、なんか私もすごいめちゃくちゃ小さい時は、今も割となんだけど、やんちゃで結構泥団子とか作るのが大好きで、なんかシルバニアファミリーとかそういう系の子じゃなかったんですよ私。そう、
シルバニアファミリーの面白さに全然ちょっと気づけない。どっちかというとあのゴム鉄砲を作ったりとか泥団子を作ったりだとかセミを取るのも大好きですし、はい、ラジコンとか結構男の子の遊びがすごい興味があって、で弟もいるし、1個下のいとこと1個上の男の子のいとことなので、もうなんか遊びも普通に男の子と一緒に遊ぶみたいな感じで、だからその4人1個ずつの4人兄弟みたいな感じだったんですよ、いとこと集まった時は。そう、その今小6の女の子が生まれるまでは。でもすごいめちゃくちゃ仲が良くって、もうめっちゃっていうか私が結構で遊ぼうよ遊ぼうよみたいな感じだったから、早く起きて遊ぼうよってなんか4時半とかに叩き起こしに行くんですよ部屋に。そうっていうくらいめちゃくちゃなんか私が一番わんぱくくらいだったんですけど、でもなんかその時はね、なんか私もすごくこうなんか今とは全然違ったんですよ。なんかもうめちゃくちゃ積極的にガツガツ行く子だったし、普通に教室とかクラスでも学校でも、いつからかやっぱりなんか周りをうかがうようになって、なんかすごい内向的な性格になって、でそのくらいのタイミングであの8個下のその小6の妹じゃない、あの子が生まれたんですね。またコロコロ言ってるって、おい、いや聞こえなかったけどな、おい、ほんとしてない、してないっていう人もいる、また鳴ったって言ってる人もいる、気になるけど別に大丈夫多少だから大丈夫。あれ何の話してたんでしたっけあ、そうそう、でもなんかその小6の女の子が生まれてからはその周りの大人の人もなんかはるかちゃんが面倒見てくれるんだねみたいな感じの雰囲気をすごく醸し出してきてでなんか私もまあちょっとずつ大人になっていってたので、あのその生まれてきた子女の子の面倒を私が見る係みたいなでっていうのもあり、割とそのわんぱくな時代が終わって、私もおしとやかに、本当はねめちゃくちゃ泥団子作りたかったんだけど、でもそういうこともなく押し殺してたんですねっていう感じで、私もその周りの雰囲気をこう感じ取れるようになったりとか、ちょっと面倒見がいいお姉ちゃんっぽく振る舞ってみたりとかっていう感じで、でその年の近いいとこと本当に喋んなくなって、で中学生になっていったり高校生になっていったりして、まあなんかちょっと年頃っちゃ年頃じゃないですかでもう久しぶりに会った時にもう毎年毎年夏休みと冬休みに大体会うんですけど、なんかもう本当に鬼気まずくて、そう、その一番下のいとこ以外全員人見知りみたいになってて、そう、全員シャイみたいな、あんまりこうなんかその一個上の子も一個下の子もそんななんかめっちゃガツガツ喋るわけではないのね、昔からだけど。そう、
でも私思ったんですよ、あの友達が欲しいなって最近のこの最近の私の目標で、今年の目標も今年私友達40人作りたいと思ってるんですよ。はい、いや全然私その NGT に入ってからもいとこのそのお母さんおばさんは結構喋るタイプなんですよ。だからおばさんはすごい積極的にはるかーって話しかけてくれるんだけど、おじも今すごい、もうおじこそもうめちゃくちゃ気まずい。昔はそのめちゃくちゃ可愛がってもらってたんですけど、はい、おじさん全く喋れない。おじさんも本当あの本当にシャイな方で、で息子2人もすごくシャイで、ただそのおばさんと女の子だけ、娘さんだけすごい喋るんですよ。そう、でもとりあえず仲良くなりたいと思って、で今回は本当に昨日今日でしかなかったんですけど、昨日はちゃんとおじいちゃんおばあちゃん家に着いて、あけましておめでとうございますってリビングにいる人たちに声をかけてで、なんか一個下のいとこは受験生なんですね、今年。そう、高3だから勉強してて、でもはるかちゃん来たなって思ってるから、来てそうだったから話しかけようかなって思ったんだけど、話しかける勇気がなかったっていうのと、まあ勉強してるかなっていう気持ちで一旦話しかけないで置いたんですけどでも大きくなったねって本当にこのくらいの気まずさ本当に大きくなったね、もう本当に、いやでもそれは本当に感じてたから、もうなんかめちゃくちゃ昔はもうほっぺがプニプニのすごい可愛い顔してたのに、なんかもう全然そんな感じじゃなかった。可愛いっていうか、なんか結構お母さんに似てきたんですね、お顔立ちが。だからすごいそのおばさんと似てるなって思いながら、話題少ないね、うん、話題は本当共通の話題とか全くないので、はい、で一個上のいとことおじいさんが途中から合流してきて、気まずい挨拶を交わして、あけましておめでとうございますそう、でも本当に本当に2人からは絶対に私に話を振ってきてくれないので、ちょっと話しに行くしかないと思って、話題をね切り出したんですよ。今は実家から離れて一人暮らしをしているという話がねあったから、そうなの、一人暮らししてるのって切り出したけど、そうなんだよねしか帰ってこないんですよってなるじゃないですかそう、なんかうんってなるじゃないですか。そうだからちょっとでもその一個上の、その一人暮らしをしてるいとこは、いとことおじさんはその日泊まらずに帰っちゃうって言うから、あ、それしか会話をしないで帰るって言ったら、次会うとしたら夏休みだから、だしほんとすぐ帰っちゃうんですよいつも。
あ、そうそう、自炊してるのとかは聞いたよ。あ、え、ちゃんとできてるんだみたいな。愛想笑い、なんかはははみたいな。でも、いや違うの、私いとことは本当に仲良くなりたくって、仲良かったんだよ、仲良かったのにさ気まずくなっちゃったのがさ、すごいさ、なんか悲しいなって思って、自分も内向的なくせに。はい、そうなんですよ。でも帰っちゃうって思ったから帰っちゃうって思ったから、はい、ちょっと一個質問してもいいですかって、めちゃくちゃ変な話の切り出し方をしたんですね。私は本当に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 変な話の切り出し方したってすごい思うんだけど、もう大反省会、もう死にたくなるくらい変な話し方した。そうなんですけど、なんかぎこちなすぎる。そう、え、一人暮らしをしてみて、あの、何か発見したことはありますかって聞いたんですよなんか食費とか物の単価とか、なんか金銭感覚とかがついてきたのと、あとはなんか家事って大変なんだなって言ってたそっかみたいな話がね広がんないんですよ本当に。どうしたらいいの、あのコミュ力がなさすぎて終了しました。はい、本当に、なんかそう、膨らますってどうやればいいんですか。ちょっと難しいなって思いました。本当に。でもなんか意外とそのなんか戻ったというか、なんか結構そのいとこを一時期その見た中学生か高校生くらいの時に会った時はもうめちゃくちゃ変わってしまったなって思ったんですよ。すごく昔からもうなんかなんだろう、なんか二人ともなんか理系というかで生物とかに興味があるタイプというか、ゲームとか漫画とかも大好きで結構なんかみたいな、だからなんかそういうタイプにより一層なってて、あ、メガネかけてます。そうで、なんかお父さんとそのいとこといとこは仲良しみたいな、多分性格が3人とも似ててで、なんかなんですけど、うん、そう、本当に私の活動とかには全く興味ない、全然聞いてこない
おばさんと女の子のいとこは2人でちっちゃい時とかにおしゃべり会に参加してくれたりとかしたこともあって、そうおしゃべり、なんかちょいちょい私のことをチェックしてくれてて、おしゃべり会に参加してくれたりとか、オンラインの、そうとか、なんかサマーグッズをこっそり買ってくれてたりとかしてたっぽくって、そうなんですよっていうくらいにはすごい私の活動に結構 NGT の活動をチェックしてくれたりするんですけど、全然その男の子のいとことおじさんは全然そんな、もしかしたら陰ながらね応援してくれてるのかもしれないけど、そんななんかはるかちゃん最近アイドルの活動どうなのみたいな、そういう感じでは全然ない、全然ない。はい、そうなんですよね。シャイやからやで、やっぱシャイ、シャイなの。いやか、本当に全く興味ないかね、本当に全く興味ないかのどっちかですかね。でも今回のそうだ、 NST さんのバズタイムズ15分版の年末年始に特番があったじゃないですか。年末のやつはもう放送されたんですけど、年始のやつがその今回の地震の影響でちょっと放送が延期になってしまったんですけど、小声遥のって名前にタイトルが入ってて、だからすごい両方のおばあちゃんが番組、新聞とかでも番組のあれ欄、番組欄なんていうんだっけとか、そうそうあったりとか、名前が載ってたからすごい見つけたよって言ってくれたりとか、今日もおばあちゃん家には親戚の人がちょっと挨拶に来てくれたんですけど、あラテラン、そうなんかその親戚の人も本当1年に1回会うくらいの人なんですけど、いつも見てるよって言ってくれて、なんかっていう話を今回すごい聞いて、おばあちゃんからもなんとかさんちのなんとかさんがなんかお孫さん出てたねって言ってくれるのよねとか言われると、あなんか地元でこう応援してくれる方がいるんだなって、なんかいつも私はそうですね、本当なんかこう普通の民間の方になんか届いてるんだなっていうのを感じられるのはすごい嬉しいなって、はい、ありがたいですよね。なんていうの？民間の方ってなんて言えばいいの？わかんない。なんて言うの？民衆？一般の方？大衆？なんて言えばいいの？こうファンの方は私のことをこう探して追ってくださるじゃないですか、検索して。でもじゃなくて、そのなんかたまたま生きてたら、たまたま生きててテレビをつけたら、そのたまたまじゃなんて言えばいい、たまたまテレビをつけたらいたみたいな、その生活普通に過ごしてたら見つけたみたいな、なんかそういう感じ。そうそうそう。
なんかそれいうことです。ま、語彙力あ、一般大衆、なんかもう大衆って言わないの、え、違う、え、なんかさ大衆に届く、なんか大衆って言わないの大衆に届く作品。いや私たちはやっぱこうシングルを出す時だったりもやっぱなんか大衆に届くといいなって思ってますよ。え違うの、でも大衆って言い方はちょっと違和感なんだ。え、そうなの。いやなんかファンの方はもちろんだけど大衆にも届く作品をっていう風に思ってシングルとか世間一般とか、あ、そっか、世間一般って言葉いいね。あ、一般大衆に、なんかちょっとあれですね、その大衆っていう言い方をするとそのなんていうの、規模が大きい話に聞こえる、規模なんていうのかな、なんかドラマチックですよね分かんないなんか秋元先生が使ってたイメージ、大衆ってその大衆なんていうの、使われてた大衆って言葉、それは覚えてます。なんかドキュメンタリーとかで使われて、なんかその癖かも、それで覚えた言葉を私も使ってたのかもしれない、今思い返してみたら。なんかでもこう普通の日常会話の中で大衆とか使わないよねそっか、まあそうですね。でも新潟県の皆さんにねお顔と名前を覚えていただけたら嬉しいですよね。あの番組によく出てるあの子だって覚えてくれたら。でもなんか一個下のいとこは泊まって今日の日中まで一緒にいたので、まあすごいぶっ飛んでるんですけど、でも割と話しやすいというか、はい、やったー。え、でもやだ、なんかお知らせ来たよ、1万人フォロワーさんが1万人に今なりました。でも一人でも外したらダメだから、あんまり喜ばないようにテンションを抑えているんだけど多分意味ないだからちょっと今迷った、一瞬そのやったーって、あ9998になってる、あほらほらね、そういうことする人がいるんだほらほらね、だから嫌なのに、いやだからこれさ一生行かないんじゃないかなって思ってて、そう、いやちょっと意味なかったですね今コメントでみんなが喜んでくれてたから、言おうかなって思ったんだけど迷ったんですよ。でも結局言ったんですけど、テンションを抑えめに喜んだら
そうなんか夫婦喜んでやがる外してやろうっていう人がいないかなって思ってテンション低く「あやったー今1万人になりました」って言ったんですけどちょっとダメだったみたいですね。そりゃそうだよね。いやなんか「今1万人になりましたか」っていう気持ちなんですよ心の中は。ようやく行ったやったーえずっとなんか行ったり来たり行ったり来たりしててっていうかショールームってずっと行ったり来たり行ったり来たりしててもう本当にならないと思ってた。嬉しいやったねーおめでとうありがとうございますっていう気持ちだったんですけどそれを抑えてあ今1万人になりましたみたいなテンションで言ったんですけどやっぱりダメでしたね。そりゃそうだよね。ちょっと甘かった。だから今触れない方が良かったのかな。どうしよう。今1万人だけど、あ、本当ですか？行ったり来たり行ったり来たりして、行ったり来たり行ったり来たりして。だからどうか今日新規フォロワーさんになってくださーい。なってください。なってください。ぜひお願いします。そうでもちょっとねいとこはまだ LINE は聞けなかったですね。まあ聞いたところで多分何も話さないんだろうけど、ただその今年の、まあ、ちょっといとこは友達とはまた違うかもしれないんですけど、なんか私今年はですね本当にいろんな人と関わったりいろんな人に話しかけて行ってみようみたいな、結構なんだろう、人物ことに先入観を持ってあまりこう自分から突き進んでいけない感じなんですね。私は突き進んでいったとしてもその外行きの自分を作ってそれを進めてる感じで、あまりこうなんか自分の素で人とこう接したりとかっていうのがいきなりだとやっぱ怖くてできないというか、なんかよそ行きの自分を作ってなんかそのモードで人と話しちゃうというかっていうのがすごいあるし、だからなんか結構その場ではニコニコするように意識はしてて、で終わった瞬間はぁみたいな気づかれしちゃうことがあるかなってまあ思ってて、まあでもそれも別に悪いことでもないかなって思ってたんですけど、ただでもなんか2023年なんかこう関わらせていただいた関わってくださった方々との時間を過ごしたことによってなんかもっと多分私は知らない世界があるし、知らない人のこう感覚というか、ああこういう雰囲気なんだなーとか、なんかきっとそういうのをなんかそういうのを吸収できるチャンスがあった時にどんどん自分から吸収していった方がいいだろうなって思っていたので、ちょっと今年は友達をプラス40人はいプラス40人作ること、お仕事とかでね共演した方とか友達とはまた違うけど、まあ友達とは違うか、友達とはなんだっていう話になってくるかもしれないですけど、1年かけてでも久しぶりに会った時にも
こうなんかイエーイってなれるくらいの人を友達としていう考え方で40人作りたい。でもさ、友達1000人いる人とかたまにいるじゃん。なんかもうどこからが友達ですかっていう、まず概念がちょっと普通じゃない、普通の人とちょっと、あ、なんか街でプラッとすれ違っただけで友達っていう感覚の人もいるかもしれない。でもなんか友達が1000人いる人をテレビで見たことがあって、なんかそれは本当に一体どういうことなんだろうかって思ったんですけど、1000人まではいかなくてもね、ただでも本当にあの視野を広く持つ人ってやっぱなんかいろんな人と関わってるかなって。でなんか私割と大人の人との方がなんか仲良くなりやすいというか、同年代の人と仲良く自分から多分いけなくて、やっぱなんか同年代だと感覚が似てるから、こうなんかやっぱ気にする部分とか繊細な部分があるかなって思うと、ちょっとあんまりなんか自分から距離を詰めに行くことがちょっとできないので、なんかあの仲いい人とかやっぱさ、メンバーしかいないから、友達が中学とか小学校とかは一緒だった子は、友達は3人くらいはいるんですけど、本当に友達がいないんですね。はい。なんかなので人と仲良くなる、話して自分なんか話すことが本当に大事だなって思ったんですよ。仕事の時だけ関わればいいやって思ってたんですけど、でもなんか自分を発見することにもなったりとかするかなって2023年に思ったんですね、年末なので。ちょっとちゃんと友達を作る、ちゃんと友達を作る、友達を作るって今自分の中で唱えてて、あと今年はやっぱり恐れないでガツガツ行こうと思います。はい。なんかあのゴゴスマで今日夕方たまたまテレビをつけたら、ちょうどね長岡から新潟に帰ろうって言ってた時だったんですけど、なんか血液型と生まれた年、あの十二支かける血液型のなんか48位から1位までのその今年の占いを発表してたんですよ、運勢を。なんかあのちょっと有名なあの占い師さんが出したそのランキングで、たまたま見てて、でもちょうど帰らなきゃいけなくって、で途中であの見るの諦めて帰ったんですけど、なんかツイッターで X でそう調べたら出てくるかなって、なんとなく気になるじゃないですか。なんとなく気になるなって思ってたんですけど、でもまあこういうのって別に当たってなんかそんな気にすることもないかなとか、でもなんか気になるなって思って、結局なんか気になるなって思って、わざわざ普段しないけど X とかで見てて、帰ってきて、あ、そういえばって思って見たら、なんと猿年の A 型が1位だったんです。え、間違いないですよね、これで間違ってたらどうしよう。え、すごくないですか、すごくない？そうなんですよ。なんかなんとなく意識して見てたものが
1位だったのってすごくないですか。これで猿年の A 型が1位なこともすごいですし、それをたまたまテレビで、別にゴゴスマを私毎週見てるわけでもない、もう本当に普段テレビ見ないし、たまたま見た、でそれを見つけたことがすごくないですか。きっと猿年の A 型さんは多分いっぱいいるじゃないですか、めちゃくちゃ。でもまずその番組を見ていたということ。だし私いつもだったらなんか見れなかったら、だからなんか別に後から調べないけど、わざわざ後から調べたの、これも初めてなんですよ。だからちょっと運命を感じてしまっていて、ということなので、今年はそうアグレッシブに何でも挑戦していきたいなと思うのです。はい、そうなんです。後からそう、大事なところは自分で見つけたことです。猿年の A 型の人がなんかなんとかさんの占いで1位なんだってっていうのを、その他の人から聞いたとか SNS でたまたま見かけて知ったとかじゃなくって、自分で見つけたっていうところに私はとってもこれはいいねって思っているんです。はい、なのでちょっと2024年はですし、なんか自分の中でも2024年ってなんか数字の並びが好きで、なんか近未来感があるじゃないですか、銀色のロケットが発射しそうな2024みたいな。はい、いや本当はでもこれのこの喜びを秘密にしておこうかなって思ってたんですよ。やっぱりなんか公にこう自慢みたいに言っちゃうと、そのなんか服が逃げていくんではないでしょうかって思って、でも日常会話の中で言うと割と私のことなので、へーって感じじゃないですか。でもファンの方に言ったら、なんかファンの方は私の言う話に何でも耳を傾けてくれる優しい人たちだから、一緒におめでとうって言って喜んでくれるかなって思って、ちょっと嬉しさをここで嬉しいですっていう発表をしてしまいました。はい、まあっていう気持ちの持ちようかもしれないですけどね。でもこれでさ順位が低かったらさ、いやそんなの何の根拠にもならないからっていう風にきっと私は切り捨ててる。だから本当都合いいんですよ占いね。なのでなんですけど、なんとなく気になるなって思って調べたものが1位だったっていうのは、何かのこうご縁というか運命を感じるじゃないですか。だからもしかしたらいいものがこう来てるかもしれないしっていう気持ちで、それも気の持ちようですけどね、味方につけてアグレッシブに。そう、私は今年変わるんです。私は自分の殻を破るんです。友達も40人以上作るし、なんかよそ行きの自分っていうのを作って、それで出しがちだけど、素の自分っていうものをまず見つけることで出すこと、もうなんか恥ずかしさとかっていうものは捨てて、もうとにかく自分をどんな状況下においてもリラックス、なるべくリラックスする状態で最高のパフォーマンスをに持っていけるようなエンターテイナーとして、なので内向的とか関係なく、内向的だからって人見知りという言葉にそれをなんか言い訳にしちゃいけないという年齢にまで達してきてるんですね私は。はい、もう二十歳になるんだから、なんか人見知りなんでとか言って、こうなんか人とのコミュニケーションが取れないですみたいな、いい年して何言ってんだってという、はい、感じなので、はい、ガツガツいきたいと思います。
そうなんです、ちょっとドキドキしちゃうんですけど、強気でね、芯持って、そう、自信がないんだよね本当に何においても。だからちょっと自信つけて、自信というのはまず緊張というのはなんか不安から来るらしいんですね。不安っていうことは練習が足りてないんじゃないかとか、多分自分に自信がないんじゃないかとか、なんかそういう、だから一つ一つ着実に積み重ねていく、一つずつ解決して自分の足りないところを補っていく、強みは伸ばしていくって、はい、そういう気持ちで頑張りますので、温かく見守っていただけたら嬉しいなと思います。すごい勢いよく喋っちゃったんですけど、なんか今年も好きだよね、なんかこう、なんかありがとうございます、ギフトがぴょんぴょこぴょんぴょこ、嬉しい、はい。でね、あの年末にもお話ししたんですけど、1月の劇場公演が新春公演くらいしか、私あと、そっか、本当劇場公演に全然出れなくて、でファンの皆さんにも劇場で私のことをね見れないっていうのがあるから、うんっていう、ちょっと寂しいなっていうお声をありがたいことにいただいているんですけど、でも私も今年は本当にグループもとうとう本当に変わっていくというか、とうとうもう一期生さんも本当に卒業されていかれるし、四期生も入ってくるしって、本当にもう今まで結構 2,3 年間じわ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 とこう世代交代だとか、なんか引き継ぎだとかっていう先輩方ののをどんどん盗んでみたいなことを言ってたけど、もう本当にとうとうその時代が来てしまうという感じになってると思うので、焦るというよりかはでも危機感は持っていて、私が変わればグループも変わるかなってある方に言っていただいたので、その私もそう思って、なんていうんですかね、恐縮なんですけど、みんなすごい頑張ってるけど、私もグループに貢献できるように頑張ろうと思うので、何か掴んでこれるように外のお仕事も頑張るので、ちょっと劇場公演に立てる回数が少なくなっちゃうかもしれないんですけど、推し変せず推し変せず温かく私のことも NGT のことも応援していただけたらなとは思ってますよっよっていう感じで、今私のショールームのフォロワーさんは何人でしょうか私のショールームのフォロワーさんは1万人切りましたでしょうか、どうですかね、1万人切ってないでほしいな、1万3とか1万5とか、あ、まだきっちり1万、なるほどね嬉しい、天使のクマさん飛んできてありがとうございます。そっか、そうですね、とりあえず新年のご挨拶というかご挨拶配信、あ、そっか、次からは100人単位しかわからないの、え、嘘でしょ、そっか、あら、ちょっと私の方だったら見れるのかな、どうなんだろう、そっか、と
りあえずハルルンが元気そうで安心しました。ありがとうございます。みんなも元気に過ごしてください。で、今年もよろしくお願いします。二十歳になる年ですのでね、あと半年で、半年も切ってますけど、二十歳になるので、二十歳になったらお酒を飲んでみたいと思います。お酒の味を、感想をお伝えします。お仕事でお酒とかあるのかな。でもお酒のこう CM とかはさ、マリナさん出られてたけど、あの25歳以上じゃないと出れないみたいなとかあるんですよね。どうなんだろう。でも同期のみんながみんなあのお酒を飲めたりとかしてるので、その同期のね、みんながお酒を飲んでる会にはるかも参加できる時がとうとう来るのかなと。あと半年で、はい、ということでね、19歳から20歳になる年なので、いろんな人と関わったり、いろんな世界を見てみたり、いろんな環境に自分の身を置いてみたり、なんか自分自身のことも発見していける年にしたいなと思うので、いい感じにしまったぞという感じなのでね、今年も皆さんよろしくお願いしますってな感じで、壇上の皆さんを呼んで今日は終わりにしようかな。なんか今の言い方がめちゃくちゃぶりっこでキモかった。こういうところですよね。今日も終わりにしようかな。なんかすごいいちいち自分のなんか声とかすごい嫌いで、ネガティブとかじゃないんですよこればっかりは。こういうところだよね。めんどくさい性格からもやっぱ卒業したいけど、考えすぎるからめんどくさい性格になっちゃうんですよね。はい、まあじゃあとにかく気にせずランキングを呼びますね。13位リューマさん、12位ストーンさん、11位キュウリのお漬物さん、10位おしょうさん、9位ユウさん、8位羊さん、7位てっちゃんさん、6位たけともさん、5位かんくろうさん、4位ひよぽんさん、3位ゆららさん、2位近藤和弘さん、1位としやさんです。ありがとうございます。はい、ということで今日もありがとうございました。今年の漢字とかさ、新春公演で考えなきゃいけないのかな。一文字って難しくない？一文字ってめちゃくちゃ難しいと思うんだ。はるか右足がしびれてきた。ということで今日も皆さんありがとうございました。またで、これからもちょっと本当に地震のね影響とかもあると思うので、身の安全の確保を第一で、皆さんお気をつけてお過ごしください。じゃあ2024年もよろしくお願いします。バイバーイ。バイバイ。